はい、皆さんこんにちは、リンチーです。今日の筋肉料理は、炊飯器で作るお手軽、鶏のもも肉スープです。はい、まずはこの、 炊飯器の中に、鶏のもも肉、これ皮なしですね。上海では、鶏の、サラダチキンが手に入んないんですよ。鶏の胸肉で作ったサラダチキンが、まあ、それで自分で作ることになるんですけども、まあ、なかなかね鶏の、皮なしの胸肉をちゃんとパサパサしないように作るって難しいんですよ。でそれで僕は鶏の、もも肉の、皮なしで、作るようにしています。それで、まあ、蒸すのも結構面倒なんで、まあ、一気にスープにするようにしています。でこの鶏のもも肉っていうのはまあちょっとだけ鶏の胸肉よりカロリー多くて脂肪も多いんですけども、まあそんなに大きな差があるわけではないし、人間やっぱり普通に脂肪も取った方がいいので、はい。でそれで、はい、味付けはこのまたチャンウェイシャンタンで、まあちょっとだけ先に、味付けしておきます。この味付けは最初は薄味でやっておきます。後からまた足せばいいんでね。はい、はい、こんな感じです。はい、そしてこの鶏肉を炊飯器に入れていきます。はい、入りました。でここでねまあ普通に加熱してもいいんですけども、僕はねこの鶏のもも肉の場合はいきなり保温をします。で保温して、煮るよりはるかに長い時間待ちます。時には10時間とか。はい、それでは出来上がったらまた開けます。はい、だいたい保温して6時間経ったので開けていこうと思います。はい、6時間経ってますね。はい、はい、今こんな感じになってます。ちょっとまだ色が良くないかな。これ保温するとねこんな感じ、ちょっとなんか血じゃないんですけど、なんかのほら、まあ、なんて言ったかな、そのタンパク質系の液体が出てくるんですよね。でまあちょっとかき混ぜていくとこんな感じになりました。はい、これね保温まあ要は普通に加熱しちゃうと、肉が硬くなっちゃうんですけども、保温するとなんかね蒸したみたいにね柔らかい状態でできちゃうんですよ。でそれで今夜なんでねスープにしていこうと思います。多分ラーメン風のスープかな、うん、はい、はい、まずはもやし入れていきます。はい、もやし敷き詰めてこれが麺の代わりです。はい、ここにね、さっき作った鶏肉のスープのスープを入れていきます。それでここにですね、この、和風のだしを入れていきます。で大体チキンスープとかね、中華系のだしに和風のだしをちょっと入れると、なんかねラーメンっぽい味になるんですよ。かけていきます。はい、でこれを、レンジでチンしていきます。はい、このもやしが上がりました。ここにですね、さっきの鶏肉を入れていきます。
このですね、一般的に皮なしの鶏の、胸肉っていうのは、110キロカロリーぐらいですが、この鶏のもも肉も、結構カロリー低くてね、120キロカロリーぐらいなんですよ。ですので結構そこまで差はつかないです。むしろちょっとだけ脂肪が取れていいのではないかと思います。はい、卵入れていきます。はい、そして、彩りに冷凍ネギ入れていきます。はい、これで、ラーメン風、鶏のもも肉スープ完成です。それでは食べていきます。はい、こんな感じです。それでは食べていきます。はい、はい、まずはもやし、これはいい。はい、そして鶏肉、はい、いい感じで蒸されてます。あ、すごく柔らかくて美味しいです。皆さん何度も言いますけど、スタイルの維持には継続、いかに、美味しくて、低カロリーで高タンパクなものを継続して食べていけるかが鍵になってきます。それではまた。おはようございます、リンチーです。朝は雑炊にしていきます。朝はね、しっかりと炭水化物を取らないといけないので。はい、まずオートミールに、チキンスープかけていきます。ここにまた昨日の、和だしをちょっと入れて、で、鶏もも肉、乗っけていきます。はい、ここに卵入れて、ネギちょっと入れて、はい、これで完成です。それでは食べていきます。はい、それでは、こんな感じで食べていきます。日本の皆さんは、オートミール結構慣れてないと思うんですけども、きちんと料理すれば、これスープかけただけです。きちんと料理すれば結構美味しいです。はい、でお米みたいに炊かなくてもいいので、毎日調理の時間がすごく短縮できます。かつ、栄養豊富で食物繊維も多く、GI 値が低いので、スタイルの維持に抜群です。それでは。